人は生まれて死んでいくのが当然なんですが、ある時うちの親父が人が死んだらどうなるって俺にニヤッと笑いながら言って、で自分はちょっと首をかしげて土になるでしょうって言ったら、親父がその土から植物が空気を吐き出すから結局空気になるっていうようなことを私に言ったんですよ。